さんこんにちは。今日は12月の26日で、あのサンクスギビングです。でね、今日はメイシーズの前に来ています。でそれでね、あの通常あのサンクスギビングの時っていうのはすごい大幅なセールがあるので、こういう百貨店とかこういうショッピングのところはね、すごい人で混雑してるんですけども、まあ、どんな感じかなって来てみたんですが、誰もいないです。あんまり人いないですし、店も閉まってました。このサンクスギビングのこの一番ね、売り上げが上がるときに店閉めてるんやなと思って、今まだね5時半なんですよ。5時半なのにもう店は閉まってます。で実はね、今日ね動画でちょっとある検証をしようと思って来たんですよ。でそれはこのサンクスギビングの時、私もねやられたことがあるんですけど、スリがすごく多いんですよ。でみんなある程度お金を持って買い物に来るんでね、置き引きとか財布を盗まれたりとかね、よくするので、まあもし私が高級紙袋を持って、ここに通常はこの辺でテーブルと椅子がいっぱい置いてあるのでね、そこで座って携帯に夢中になってるふりをしたら、誰かそのバッグを持っていくかなっていうのを実験してみようと思って来たんですよ。でね、ちゃんとこうやってこういうのも準備して、でいろんな紙袋いっぱい買い物したふりを見せようと思って準備して、重しの 水とかいろいろ持ってきたんですけどもう全然想定外でガラーンとしててもう全然いないです。人がもうテーブルも椅子も撤去され、で警察の人が結構見張ってますね。だからあらどうしましょうっていう、せっかくここで物が盗まれるか検証をしようと思ったんですがそう、もう今年はね全てがねイレギュラーなことばかり起きるのでね、サンクスギビングはガラーンとしてました。でお店も閉まっていると。だから皆さん多分オンラインでセールで買うと思いますね。まさかね店閉まってるとはね、企画倒れでね、今日はサンクスギビングなんでね、エンパイアステートビルディングもサンクスギビングのカラーになってます。でね、今日はたけちゃんがカメラマンしてくれてるんですけども、はい、この後サンクスギビングでウーバーイーツをやったらどれぐらい稼げるかっていうのを今度それも検証してみようと思いますこれはおさらないように頑張りたいと思います。でそのまた詳細の動画はね、たけちゃんの方のチャンネルで見ていただければと思います。はい、でチャンネルの URL は概要欄に貼っておきます。はい、でこれだけだったらね、あまりにもねちょっと動画短いのでね、ちょっとロックフェラーとかちょっと見に行こうかなと思います。はい、すいません、またいつかこの企画チャレンジしようと思います盗まれるかどうかチャレンジ。はい、そんな感じのねマンハッタンですね。じゃあちょっと行きましょう。はい、ロックフェラーセンターに着きました。これが今年のクリスマスツリーです。まだね点灯式前なので電気はついてないですけど、毎年この大きなツリーがロックフェラーセンターに飾られます。はい、はい、じゃあちょっとあっちの方見てみましょうか。はい、結構ねさっきのね、3時4丁目のとこ人いなかったですけども、はい、結構いますね。あ、アイスリンクになってるんですよ、ここね。皆さんスケートしてます。はい、こんな感じで。あれ、
あのちょっとロックフェラーセンターであのお気づき検証ちょっとだけやってみてましたけど、はい、やっぱり人があんまりいないから、うん、あの撮るような雰囲気じゃなかったので、はい、あの5分で諦めるというこの根性のなさそう全然根性ないなみたいな感じですけども、まあサンクスギビングのニューヨークは静かです、はい、でね街中ねミッドタウンはねガラーンとしてます、ね、お店もほとんど開いてないんですけどね、はい、うん、ちょっと歩きながら行きますか、はい、でねこの後ウーバーイーツ、はい、ちょっとやってみる、ね、オーダーね入るかなって感じなんですけど、はい、ほとんど店が開いてないんでね、そうなんですよね、うん、だから多分マンハッタンは無理かなっていう感じで、クイーンズまたはブルックリン、そうですね、なりますね、多分行かないとオーダー入ってこないんじゃないでしょうかね、うん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 、はい、まあねちょっとこの後車の中からでもねちょっと撮ってもいいかな、そうですね、その街のねガランとした感じ、うん、残念です、そうでもね、サックスリサ、あれサックスリサベルよ、さっきの。そう、サックスね。うん。あのね、通常はね、あれ1時間に、あれ ?15 分間に1回かな、うん。で、回数がね、電気のあの、イルミネーション、はい、なんですけど、あの、今日はすっごい頻繁に、ね、やってました。おかげで見れてよかったですね。そうですね。うん。はい。そんな感じで。はい。はい、ちょっと、車に向かいまーす。はい。すし売れる。はい、今。たけちゃんの車でウーバーイーツ中です、はい、でね、さっきロックフェラーセンターからスタートして、94丁目の、ポパイまで今ピックアップに行き、でセントラルパークをクロスして今アッパーイーストの96丁目ぐらい、そうです、ね、うん、にあのデリバリーに向かってます。さてサンクスギビングの夜に一体どれぐらい稼げるのか、はい、ちなみにオーダーはやっぱりねポパイのチキンでした ね、やっぱサンクスギビングだからチキンのオーダーがたくさん入りそうですね、はい、うん、こんな感じでウーバーイーツやってます。いくら稼げるでしょうか。はい、はい、なんかねいきなりねロックフェラーから96丁目だったから、なんかまた私がね自転車でねウーバーイーツやった時みたいにハーレムに連れて行かれるのかなと思ったんですけども、ハーレムは逃れてとりあえずアッパーイーストの何アベニューぐらい、今レキシントンに戻ってます、ね、レキシントンので90なんとかスリート、96と95、ああじゃあね結構いいところなんで ね安心ですね、危なくないですね、こんなねやっぱりね人がねガランとしてるんでね、うん、ちょっとあんまり危険な地域には行きたくないですね。こんな感じでねちょっとね街ねガランとしてね、まだね7時半なんですよ、まだ夜の7時半なんですけど、あんまり街に人はいないですね。そうですね、はい、まあ、サンクスギビングだからね、ここがパークアベニューの96ストリート。1軒目のオーダーは私もよく仕事で来るカーネギーヒルプレイスっていうアパートでしたね。じゃあ次行きましょう。はい、次やっぱりハーレムですね。やっぱりハーレム？やっぱりハーレムか。なんでスパニッシュハーレムですね。それもスパニッシュハーレムっていうのはねすごい危険なとこなんですよ。やっぱりな、だからねこのマンハッタンのウーバーイーツの問題はねどうしてもねハーレムに連れてかれちゃうんですよね。そうですね、行き着く先はハーレムです、ね、そう、はい、タケちゃん頑張って、私は車で安全地帯で待ってます。はい、じゃあこれから行ってきます。はい、イーストハーレムに着きました。135丁目のあのリバーサイドの方です。はい、いい感じです。はい、戻ってきました。今ね、2件同時にやって8ドル31です。おお、まあ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 って感じですかね。ウーバーイーツはやっぱりハーレムに連れてこられました。もうマンハッタンでウーバーイーツやるとダメですね。あの自転車でやっても車でやってもハーレムに連れてこられますね。うん、今ハーレムこんな感じです。そこにも警察がいっぱいいますね。今ねそこのねバーガーキングにタケちゃん取りに行ったんですけども、柄悪いですね。一番柄の悪いバーガーキングって感じです。はい、あの後何度かハーレムでデリバリーした後やっぱり来ましたね、ブロンクスのオーダーが入ってしまいました。うん、仕方がないので今ブロンクスに向かってます。初ブロンクスです。だからやっぱりねミッドタウンで初めてもハーレムに連れて行かれ、でハーレムでどんなに頑張ってもミッドタウンには戻れず、
ブロンクスで連れて行かれるっていうことがはっきりしました。はい、やっぱりウーバーイーツマンハッタン難しいですね。治安とかそういうことを考えると。で、前ね、私自転車でやった時もね、ブロンクスに連れて行かれそうになりましたからね、もう自転車でブロンクスなんか無理ですよ。今ね、結構ね、距離走ってますけどね。さあ、だからこのブロンクスのデリバリーを終えたら、ちょっと今日は終了ということで。そうですね。まあ、とりあえずね、ハーレムの次は、やっぱりブロンクスだったっていう結果が出ました。まあ、そんな感じです。クイーンズでやってて、最終的に、ブルックリンのね。ブッシュウィック。そう。そう、クイーンズでやったらブッシュウィックに連れて行かれ、マンハッタンでやると、ハーレム。ハーレムの後はブロンクスが待ってました。さすがにね、ブロンクスの次までちょっと検証するのはきついので、ブロンクスで諦めます。ギブアップ。はい。はい。さっきの報告でよかったのか。失敗しちゃった。はい。最終目的地に着きました。ここ、ブロンクス。とこですね。はい。はい。お疲れ様です、たけちゃん。はい。はい。で、今日は。うん。まあ、これ始める前に、ちょっと2件やってたんで、その、ポータルが入って合計が、今日49ドル、63人になりました。まあ、その、最初の1、2件やって22ドルいってるんで、実際引くと、今やった2時間ちょっとで27ドル。だから2時間15分30分ぐらいで27ドルなんで、時給15ドルもいってるんです。最悪ですね。はい、まあちょっとね、後でチップ入ってくるかもしれないでね、あれですけども、はい、まあ、とりあえず思ったより全然行きませんでした。はい、はい、結果でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあね、はい、はい、はい、バイバイ。ウーバーイーツの細かい動画はたけちゃんの方のチャンネルで見てください。そうですね。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、ハッピーサンクスギビング。ハッピーサンクスギビング、バイバーイ。